こんばんは。はい、今日は2020年4月2日、木曜日です。今夜も YouTube で無料占い受け付けてます。占いしたい人は、お電話、LINE、Skype、Skyphone、Viber、Instagram、Second Life、などで音声通話で呼び出してください。まあ、今、スカイフォンって言ったけどね、もうたびたびこのスカイフォンってのはなんていうかな、なんていうか、いろいろ問題を起こすというか、まあ、起こすということではないんだけど、ちょっと、なんていうかな、こういうサービス、ね、オンラインサービスとしてはちょっと、なんていうかな、ちゃんとしてないサービスで不満が多いというかね、不満が多いんです、とにかく。その一番の不満は、その、いろいろ仕様が変更とかね、機能が変更になったりしても、ユーザーに一切通知しないっていうね、そういうルーズなところがあるんだよね。うん、で、今回非常に困った話があって、まあ、ね、ちょっと気になったのでね、スカイフォンのホームページを自分でこう見に行って、自分ね、こっちから見に行ってやっとそのお知らせを知ることができたんだけど、その非常に重要なお知らせがあるのにもかかわらず、なんかさらっとなんかね、書いてあるだけで、重要ともなんともなしにね、うん、もうこっそり書いてるような感じだよね。当然アプリでも通知が来ないので、ユーザーはそんなこと知らずに使ってるわけだけど、何が問題かっていうと、まあ、このお知らせの内容は、ポイント通話機能終了のお知らせなんですね。このスカイフォンっていうのは、有料の通話ができるポイント通話っていう機能があるんだよね。あったんだよね。だけど、これが突然なんかもう終了しますっていうお知らせが3月10日付で、出てるんだよね。もう20日経った今になってやっと私は知ることができたんだけど、それも向こうから通知が来たわけじゃなくて、こっちから見に行って初めて知ることができたわけで、知らないままずっとやってる可能性ってあったわけだけど、たまたま見に行って知ることができたけどね。で、このポイント2は私の有料占いでも使ってるので、何の通知もなしに突然ね、今日で おしまいになりますとか言われても、すごく困るんだよね。もうものすごく大迷惑なわけ。ね。で、まあそんなに、まあ実際のところスカイフォンで依頼してくる人はそんなに多くないので、まあ致命的ではないけれど、たまにやっぱりね、スカイフォンで依頼してくる人もいるし、まあ他ではできない、まあサービスを提供できてるわけだからね。まあ通常は私のところでね、占いの依頼、電話占いとかしようと思ったら、普通は、まあ初心者っていうかね、初めての人はとりあえず予約してもらう必要があるんだけど、まあ予約してもらって、ね、ま、料金前払いしてもらって、それから、まあ占いをするという流れになるんだけどね。まあその場合は、まあ、通話手段は何でもいいわけだよね。このスカイフォンじゃなくても、LINE とか何でも使えるんだけど、普通の携帯電話でもね。2回目からも、まあ基本的には一緒なんだけど、2回目はもう予約はしなくていいと。飛び込みでいつでも相談できますよっていうことになってんだよね。料金も後払い。で、まあそういった形の通常の電話占いであれば、何ら問題はないんだよね。何ら問題ないんだけど、初めての人はやっぱり最初に予約しなきゃいけないので、すぐに占いたいという時に占えなかったりするわけだよね。で、そういう人のためにスカイフォンを使ってもらってたんだよね。スカイフォンの場合は、まあ予約しなくてもね、ポイントでも料金をあらかじめもう支払い、前払いしてるような形になるので、まあとりあえずね、初回で、まあ、信用できるかどうかって分からない人でも、まあ誰でもね、
スカイホンのポイント通話なら占いの依頼できますよっていうルールでやってたんだよね。まあその、まあそういう、ある意味需要が一部ではあったので、ね、そういう人のためにスカイホンはすごく便利に使ってはいたんだけど、それが突然終了するってことになって、まあ私の方でも要はそのサービスの一部をね、終了せざるを得なくなってしまったってことだよね。すごく、まあ迷惑な話だよね。で、まあその、なんでこれが終了するのかっていう話なんだけど、何も書いてないのよね、詳しいことは。非常にずるい書き方で、なんかどうって書いてあったかな。まあ、とりあえず記事を読んでみましょう。この度、初版の、あ、これ、この一言か。初版の事情により、スカイホンの有料サービス、ポイント通話機能を終了することになりました。これまでご利用いただいた方には深くお詫び申し上げますというね、初版の事情っていう一言だけで、もう、ね、終了することになってんだよね。もうほんとずるいよね、こういう言い方はね。ちゃんと理由を書きなさいと。大人のやることじゃないよね、初版の事情で済ますなんてね。で、これ以前にも、その料金の改定とかそういうのも、こまごまやってて、それ一切通知せずに勝手にやってんだよね。いや、そういうなんかいい加減なところがあるから、ユーザーの不評を買っても、なんかね、苦情ばっかり来るからやめますみたいなことになったんじゃないかってね、そういうふうにも思っちゃうよね。それくらいなんかすごくやり方がずさんというか、ルーズというかね。で、ついこの間も改定になった料金、まあ、改定になる前の料金からおかしかったんだけど、なんか、購入するポイントごと、ポイントのね、その金額によってそのポイントのレートみたいなのが変わってきちゃって、なんか、すごく損したり得したりする人が出てきちゃうんだよね。で、それがなんかもう、なんか、わけのわかんない法則で、なんかもう本当に勝手にやってるわけだよね。で、その勝手にやってるようないいねでつけてるポイントの料金を、なんかある時ね、急にまた改定しますとか言って、なんか金額を調整したんだけどね。なんか、そうか、タイミング的には何だったっけな。消費税増税のタイミングかなんかに便乗したような形でなんか改定するみたいなこと言ってて。で、またそれが改定するって言った割には、なんかね、なんかまた初版の事情的なことで、ちょっと改定は延期しますみたいなことを、ね、告知して、で、それが結局実行されないまま、今回のようにポイント通話が終了っていう話になってるからね。だから何にもやることやってないのよね、この人たちね。うん、まあ、私の方もこういうサービス利用させてもらっておいてね、その感謝するどころかこう文句ばっかり言ってるのもおかしな話だけど、でも、まあ、ね。気軽にこういうサービスが利用できる、まあサービス他にあまりないので、まあ私もね、助かってはいたしね、まあ、こういうサービスはありがたいと思ってたけど、でもなんか、やっぱダメだよね。なんかやり方がこう、すごくいい加減なやり方でやってるからね。だからそういうところ私が利用すべきじゃなかったんだろうけどね。そういうことに最初から気づいてね。ていうか私は、まあ普通に人を信用するので、最初はね。信用して入って、ね。で、まあ、信用、というか、まあその信用をもとに、まあ利用するわけだけど、結局その信用を裏切られたので、もうしょうがないから苦情を言うしかないよね。とにかく、まあだらしないよね。突然、もう何のこう、まあ、ね、事情の説明もなしに、初版の事情の一言で、サービス終了しますとか言っちゃってね。で、じゃあスカイホン、スカイホン自体が使えなくなるわけじゃなくて、無料通話は今まで通り使えるんだけどね。だから今もライブ配信で無料通話のね、スカイホンで無料通話もできますよってさっき言ったけどね。一応、ポイント通話が終了した後も無料通話使えるってことだけど、じゃあこのスカイホンっていう会社、企業は、どういう形で収益を上げていくつもりなんだってことだよね。どっかに広告でもつけるのかと。
まあ、アプリ内に広告つけるようなね、そういうアプリはたくさんあるけどね。それで、まあ、経営が成り立つならいいけど、そんなん、まあ、おそらく無理でしょう。ね。まあ、所詮、はした金しか入ってこないんじゃないかと思うけど。要は、収入の軸となるはずだったポイント通話が、こんな風にね、もうなんかうまくいかなくなってやめちゃうってことは、利用者はもともとそんないなかったのか、まあ、いたとしてもね、そのなんかすごく、ユーザーに納得できる形でのサービスを提供できてなかったってことだよね。で、実際私もこうやって、ね、まあ、面と向かって、その、文句を言ってる、面と向かわずにね、こう、ライブ配信とかで文句言ってるだけじゃなくて、実際スカイホンのそのサポートのところにね、直接メッセージっていうかなんか、メールかなんか送って、こういうところが不満なので直してくださいってね、まあ、ある意味クレーム的なことを、ね、何度か言ったことあるけど、クレームっていうかまあね、その、フィードバックだよね。こういうところが問題だと思うので直してくださいっていうのはね、一ユーザーとしてね、きちんと意見を言ったわけだけど、結局その意見が通ることなく終了ってことになるよね。情けない話ですよ。ね。まあもともとなんかやり方おかしかったのでね、こういうやり方じゃ誰も利用しませんよってすごくきつい言葉でね、言ったんだけどね。まあ結局誰も利用しなくなって、ポイント通話機能終了ってことになったんだろうけどね。要はポイント通話機能を維持するために、そのいろんなところにお金が必要になったりするから、その必要なお金がね、賄えなくなったってことでしょ？自分たちの収入でね。なので、とりあえず、スカイホンのポイント通話に変わる何かものもできればあった方がいいかなと思うんだけどね。まあ今んとこ、ココナラがそれに近いんだけどね。ココナラの電話占いもできるんだけど、ココナラはもっとひどいんだよね。最低の金額が1分100円からだから、高額な料金でしか占いができなくなっちゃうんだよね。そんなにまあ、ここならも依頼は受けてないけど、まあ来るはずないなと思うぐらいな、まあ、ね、料金設定は仕方ないと思うけどね。もう考えてみたらね、1分100円っていう料金設定が最低の金額で、それ以上の金額だったら200円、300円、400円ね、いくらでも高い金額で設定はできるんだけど、仮に一番低い金額の1分100円っていう料金で、設定してね。まあ、私にとって最低限の利用とも、最低限のね、通話時間とも言える30分ぐらいで占いを終えたとして、じゃあ料金どれぐらいかかるかっていうと、1分100円だから、30分で3000円ってことだよね。そうだね。30分お話しして、3000円もお金を払わなきゃいけないんだよね。まあどうかな、高いのか安いのか、それはまあ妥当にも聞こえるけどね。まあ町の占い屋さんとか行ってもまあ1時間で5000円とかそれぐらい普通かな。まあ30分で3000円っていうんだったら、まあそんなに高いとは思わないかもしれない。まあ占いだったらそれぐらい普通かなって思う人もいるかもしれないけどね。でも私にとっては30分でできる占いなんて大した占いじゃないと思ってるので、私がきちんと占いやろうと思ったら電話なら3時間はかかります。2時間ではまだ短いです。3時間は最低かかります。最低の時間が3時間だとすると、368だから、180分だから、18000円かかるわけだよね。私がまともな占いをしようと思ったら、ここならで電話占いをすると、18000円以上はかかります。2万円ぐらいかかると思っても間違いないです。高いです。で、私はそんな高額な占い料金を請求したいとも思ってません。なので私はね、その、時間無制限コースっていうのを自分のサイトでやってて、2時間であろうが3時間であろうが4時間であろうが5時間であろうがね、何時間お話ししても、4000円で占いできますよっていうコースを用意してます。なので、
まあ、基本的には私のところで占いするんだったら4000円が上限っていうことになります。まあ、電話占い、チャット占いだったらね。メール占いだと6000円になるけどね。で、まあ、その時間無制限コースだと4000円だけど、通常の時間制だと30分で1000円でやってるので、まあ、2時間ぐらいまでだったら4000円の範囲内に収まるからね。2時間以内でどうしても短めを終わらしたいっていう時だったら、まあ、普通通常のね、時間制の料金コースでもいいけどね。それ以上長引きそうな時はできるだけちゃんと時間を確保してもらって、時間無制限コースで相談していただければ4000円で占いますよという料金でやってるんだけど、それが私の、まあ、自分自身も納得できる占い料金の相場かなとは思ってます。ところが、ここならでやると、2万円ぐらいになっちゃうと。私のやり方だとね。じゃあ、料金に合わせてね、占いの時間を短くしてね、手抜きでやって30分ぐらいで終わらせるような占いにすればいいのかと。中にはね、もう、500円以内で終わらせる、まあ、要は5分以内で終わらせる、終わらせますよっていう占い師もいるけど、まあもちろん、短い言葉でね、パパって言ってくれる占いも、まあそりゃ、まあ悪くはないと思うよ。そういうね、そういう占いをありがたいと思ってね、うん、まあ、それにお金を払うっていう考え方も、まあなしではないと思うけど、ね、あってもいいのかもしれないけど、まあ、私にはちょっと無理なので、そういう占いはね。私はやっぱりきちんとお話をして納得できる占いをしたいのでね。うん、ね。まあ、いろんな占いがあるけど、私の占いはそういう短い時間でやる占いではないというだけのことです。ね。時間をかけるんであれば、まあ、それなりにかけなきゃいけ、ね、かけてお金も、まあ、必要になるんだけど、まあ、ここならはちょっとそういう難しい料金設定。最低金額が100円、1分100円からっていう設定がちょっと問題だと思ってます。で、まあ、相談する人にとってはそれだけでいい話なんだけど、まあ、そこで占いのお仕事をするね、私の方の立場で言うと、どんぐらいだったかな ?5 割以上、5割以上、6割ぐらい持ってかれちゃうんだっけ確か6割ぐらい、だったっけな、ちょっと、まあ、6割か5割ぐらい持ってかれちゃうので、ここならの、まあ、取り分だね。で、お客さんが支払った金額半分ぐらいしか私のところに入ってこないんだよね。だから仮に30分占って3000円ね、お客さんに払ってもらったら1500円ぐらいしか私のところに入ってこないと。30分で、まあ、1500円っていうね、そういう感じなんだけど、まあそこもちょっと厳しいなとは思います。まあ、ある意味それは仕方のない部分ではあるけどね。うん、サービスを利用してるので、その利用しているそのサービスにお金を払うのは仕方ないんだけど。これはまあ、そんなにまあ、ネットやかく言うことじゃないと思ったけど。で、今まで使ってたそのスカイホンね。スカイホンの場合は、最低金額を確か10円か20円。10円もしかしたら無理だったかもしれないけど、10円単位で設定できるんだよね。最低金額は20円ぐらい。まあ、多分、もしかしたら10円でできたかもしれないけどね。で、まあ、10円、20円だとちょっと私もきついので、まあ、以前は20円でやってたかな。で、それをちょっと値上げして、1分40円っていう料金でやってました。まあ、今も一応使えるけどね。うん。まあ、そんな感じで10円単位で、まあ、かなり低い金額でも設定できるので、ここならに比べたらまだスカイホンはマシだったんだよね。うん、だまあ、まあ、ね、まあ、多少料金は高くなるけれども、まあ、今すぐ相談したければ、ポイント2はね、スカイホン使ってくださいっていうふうには言ってたんだけど、まあ、それができなくなっちゃったと。まあ、困りましたね。まあでも別に、そういうのがなくても普通に、まあ LINE でもね、電話でも普通に私のところにで相談してもらえれば、30分で1000円という料金でもできるし、時間無制限で4000円という料金でもできるので、
ね、まあ普通に今まで通り相談してもらえればいいと思います。まあ特に初回のね、一番初めて相談する人は、まあね、今すぐ相談したい、占ってもらいたいっていう気持ちがあるのはもちろんわかるけどね、それはまあそういう気持ちで占い相談するわけだけど、でもまあ初めての人ほどやっぱり、まあそういうちょっとね、まあ落ち着いた気持ちで相談してもらいたいのでね。なのでもうギリギリまで追い詰められてから、初めて相談するっていうんじゃなくて、初めての相談はもうお試しのつもりでね、自分の気持ちに余裕のあるときに、ね、お試しのつもりで相談してもらって、まあその最初のときはとりあえず予約して前払いで、占ってね。で、2回目以降はもう本当にね、どうしても今すぐ占いたいっていうね、その時のタイミングに合わせていつでもね、占えるようにしてもらえれば、まあ、一番手軽でいいんじゃないかなと思います。スカイフォンとか使う必要もないしね。まあそもそも初回からそうやってね、後払いで予約なしでできるようにすればいいんだけど、まあ私のさじ加減次第なんだけどね。まあそうしてないのは、まあ、ねえ、まあやっぱり初めての人ってのは、たまにずるい人がいて、ね、長時間かけてね、占ってもお金を払わないっていう人はたまにいるのでね、いたので。まあ以前は実は完全に後払い制だったんだよね、私ね。うん。すごく良心的なやり方でやってたんだけど、それでもいくらこっちが良心的にやってても、まあ相談する人は人それぞれなのでね、まあ1000人いれば1000人、いろんな人がいるからね、10人十色というか。ね、占い師を騙してね、タダで占ってやろうみたいな、そういう人がたくさんいるので、まあ、たくさんいたわけじゃないけどね、たまにそういう人がいて、ちょっとこれは防止しなきゃいけないなと、予防策立てとかなきゃいけないなと思って、まあ、やっぱり初めての人は後払いじゃなくて前払い、ね、まあ、どんな人、ね、人柄がいい人でも、まあ、わからないのね。それは、最初からそんなわかるわけじゃないので、まあそういう信用できる人かどうかを見極める意味でも、とりあえず初回は前払いで予約制ということでやってます。ね、で、2回目から。まあ2回目っていうのは逆に私が信用するしないよりも、相談する人の方がね、自分に合った占いかどうかっていうのも、1回占ってわかってるからね。で、まあ、そういう気持ちで相談してくるので、大体まあ、ね、ちゃんとお金払ってくれるしね、2回目以降はね。うん、なので、まあ、初回の人はちょっとね、条件があるけれども、うん、まあそういうことで利用してもらいたいなと思います。はい。まあとにかく、今一番ね、ちょっと頭にきて、スカイフォンっていうね、ポイント通話機能が終了っていう、通知が来なかったけれども、そういう、ね、お知らせが出てますよということです。まあ、私がこうやって言わないと誰にも伝わらない可能性もあったというね。ニュースとかでも出ないからね、こういう話はね。なんかこっそりやってはずるい、本当に。で、今日本当話したかったのは、まあ話したいわけじゃないけど、話のネタとしてちょっと用意しておいたのは、エイプリルフール。エイプリルフールというのは昨日ね、4月1日、4月バカですね。まあ毎年この時期になるとそういう話題が出てくるので、まあね、まあどんな日かなと思って見てるけど、一応ちょっとどんな日なのか、ウィキペディアの記事を読んでみましょう。そんなに長い記事じゃないけれど、てかね、今年のエイプリルフールはすごくなんか地味というか、あんまりこう話題にならなかったよね。ニュースとか見てても一行もそのエイプリルフールの記事が出てなかったので、まあそれも理由はあるけどね。新型コロナウイルスの話題でほとんど占められちゃって、エイプリルフールのネタなんか書いてる場合じゃないっていうか、まあむしろ世間の風潮的にエイプリルフールでね、バカ騒ぎをするような雰囲気ではないみたいなね、ところもあったのかもしれないけど。でも私はこういう時期だからこそ逆にね、バカになって、4月バカ、エイプリルフールを楽しんだ方が良かったんじゃないのって思うけどね。
毎日その新型コロナウイルスのニュースとか記事とかそんなんばっか見せつけられてね、強制的にそのもう読ませられて見たくなくてもそういう記事が目に飛び込んできてね、もうみんなうんざりしてると思いますね。もちろん興味がある人もほとんどの人は興味はあってね、そういう情報に飢えてね求めてる人もたくさんいると思うけど、でも逆にうんざりしてる人もすごく多いと思う。でそういう時にこそやっぱりもう全然関係のない話題でね、気持ちを楽にした方がいいんじゃないのとは思うんだけどね。でそのエイプリルフールの記事をちょっとね読んでみましょう。そもそもエイプリルフールってなんだって言われてもよく知らない人は結構いると思うけどね。ウィキペディアの記事を読むと、エプリルフルとは毎年4月1日には嘘をついても良いという風習のことである。うん、これは広辞苑に書いてあるらしいね。そうやってね、イギリスではオークアップルデーに習い、聞いたことないけどね、嘘をつける期限を正午までとする風習があるが、それ以外の地域では一日中行われる。しかしここ数年、そのイギリスの風習に日本が強く影響され、日本においても嘘をつけるのは正午までという風習が伝わり始めている。エイプリルフールは日本語では直訳で4月バカ。まあ昔は4月バカっていう言い方もあったけどね、最近あまり言わないよね。漢語的表現ではマング節、まあそれはあんま聞かないけどね。中国語では愚人節、フランス語ではブアソンダブリル4月の魚と呼ばれる。エイプリルフールと表記されることがある。うん、まあエイプリルだかどっちでもいいみたいなね。起源、まあこっちのは気になる、起源ね。エイプリルフールの起源は全く不明である。あ、この一行で終わっちゃったな。すなわちいつどこでエイプリルフールの習慣が始まったかは分かっていない。そうなんだ、ウィキペディアですら分かってないってことか。有力とされる起源説を以下に挙げるが、いずれも確証がないことから仮説の域を出ていない。以下に挙げるのはその例である。その昔、どのぐらい昔ですか。ヨーロッパでは3月25日を新年とし、4月1日まで春の祭りを開催していた。これはなんだろうね、中国の旧正月みたいなのに近いのかな。が、1564年にフランスのシャルル9世が1月1日を新年とする暦を採用した。これに反発した人々が4月1日を嘘の新年とし、バカ騒ぎを始めた。ああ、なるほど。もっともらしいね。インドで悟りの修行は春分から3月末まで行われていたが、すぐに迷いが生じることから4月1日を野遊説と呼んで、からかったことによるとする説もある。うん、まあ。なるほど。この説によれば、インドの野遊説が西洋に伝わったものはエイプリルフール、中国に伝わったものはマング説になったという。イングランドの王政復活の記念祭であるオークアップルデーに由来を求める説がある。うん、フランスではエイプリルフールをボアソン、なんて言ったっけ、さっきのカタカナに書いてあった。ブアソンダブリル、かっこ4月の魚と言い、子供たちが紙に書いた魚の絵を人の背中にこっそりと貼り付けるいたずらをする。この4月の魚とはサバのことを指すと言われ、ちょうどこの頃にサバがよく釣れるためにこう呼ばれるとされる。日本には大正時代に欧米のエイプリルフールが伝わったが、前述の中国のマング説が江戸時代の日本に伝わり、不義理の日と呼ばれていたという説もある。これは聞いたことあるね、不義理の日。これは前昔調べたらそんなの出てきたからかな。
エイプリルフールとメディア。4月1日には世界中で新聞が嘘の内容のニュースを記事に掲載したり、嘘の内容のニュース記事を掲載したり、報道番組でジョークニュースを報道したりといったことが広く行われている。今年はまあそういうのなかったよね。まあ特に今年の日本はある意味、まあある方のね、まあお通夜ムードみたいなのがあったからね。でも意外と私、その、4月1日に、そのね、志村けんさんの追悼番組やってたみたいだけどね。まあいかにも4月バカって感じで、すごくいいタイミングにそういう番組やったなと感心してます。4月バカに、まあ、不謹慎ではあるけどね、本来であれば不謹慎といってね、世間から批判されるような日に、ツイート番組やったことになるけどね。でもまあ、志村けんさんだから、まあ、許されるというか、らしいなと、まあ思います。ね。ただ、すごく、なんていうか複雑な思いになるのは、4月バカにそういうことをされると、まあ、ね、志村けんさん亡くなったっていう、ね、ニュースが実は嘘だったって言ってね、まだね、生きている本もね、志村けんさんがどっかから出てくるんじゃないかみたいなね、そういうドッキリ企画みたいな、そういうのと勘違いされがちなのかなと。勘違いされることもあるのかななんてね。そんなふうにも思ったけど、まあでも実際にはそんなことなく、まあ本当のツイート番組だったわけだけどね。まあそういう意味で、半分、まあおかしな、半分お通夜ムードの悲しい身にふけるような、そういう複雑な時期だったので、日本ではちょっとね、あまりエイプリルフールでバカ騒ぎするというのはなかったのかな。これはわかんない。ちょっと私世間のことあんま見てないので世間が今どうなってるのかさっぱりわかりません。あ、とはいえ昨日私はお出かけしたんだっけ？お出かけしたのは昨日か。ちょっと待って。自分でもいつ出かけたのか。ツイッターを見れば。あ、書いてある。傘をさしてお出かけしたのは昨日です。一応昨日お出かけして、まあ、街の様子をね、私が住んでるとこがすごい田舎なので、まあ、それほどなんていうか、もともと人が集まるような場所でもないのでね、今のこの時期のその、人が集まるとこ行くなっていうような風潮にはあんまり当てはまらないような場所ではあるんだけど、まあ、それでも、どうかな、まあ、平日だからってのもあるけど、まあ、一応、お店行ってもそんな人はいなかったね。で、みんなマスクして、ちょっと異様な雰囲気はあったね。いろんな、こう、張り紙がしてあったりとかね。商品の棚とか、入り口とかにも、いろんな張り紙がしてあったり、トイレ行ったりすると。いつもだったら、そのね、手を洗った後に、こう、空気で、その濡れた手を乾燥させてくれる機械があるんだけど、どういう理由かよくわかんないけど、その機械がね、その、なんか、新型コロナウイルスのその対策で、使用を禁止していますみたいな。今使えませんと。ね。代わりに紙タオル使ってくださいみたいな感じで紙タオル置いてあったりとかね。なんかよくわかんないけど、その、エアーでブワーってやって乾かすやつはダメなのかね。空気感染するから飛沫が周囲に飛び散るからいけないってこと？もう理屈がなんだかよくわかんない。過剰になんか反応しすぎちゃってんじゃないのみたいなね。よくわかんないけど。まあでもそんなにでもいつもと雰囲気がめちゃめちゃ変わってるってわけでもなく、一応人はいつも通りいたし。まあ、いつもよりはマスクしてる人は増えたかなとは思うけどね。まあ、なんかある意味ちょっとした実感として伴って来てしまったのは、志村けんさんが亡くなったっていうニュースが出て、なおのこと、その、ね、あまりこう興味のなかった人まで気にしだしたっていう可能性はあるよね。まあ、一応私自身も触れておくと、まあ、志村けんさんが亡くなったのは、まあ、かなりのショックな出来事です。まあ、ある意味、その、私らの世代は、その、
ドリフを見て育った世代なので、もうダイレクトに突き刺さってんだよね。ドリフを見て、志村家のね、大丈夫だとかね、加藤ちゃん、金ちゃんご機嫌テレビとか、あの辺を見て育ったわけだよね。まあ、あとは、まあ、俺たちひょうきん族とか、まあそういうのになっていくわけだけど。もう物心ついた時からドリフがあって、それを見て育ったわけだよね。でも、自分たちの中では、志村けんはヒーローだったわけだよね。まあ、ヒーローっていう認識ではなく、あくまでね、面白い人、ね、芸人さん、コメディアンっていう認識だけど、まあ、今思えば、まあ、その当時の自分たちにとってもヒーローだよね。で、なぜそういう認識が強まるかっていうと、その当時、ものすごくドリフは世間から批判されてて、親からね、見ちゃいけないって言われてるぐらいのね、有害な番組として世間では取られてたわけだよね。だから、その当時誰もがドリフとか志村けんのことを好きだったかって言うとそうではなくて、大人はみんな嫌ってたんだよね、その当時の大人はね。悪いものだと。子供には見せちゃいけないものだっていうね、そういう認識でいたから、今この時代になって、誰もが志村けんさんのこと大好きだったなんて、そんなことを言ってるけど、実はそんなことなくて、すごく批判されたし、ね、嫌われてたしね、悪いやつだっていう認識でも見られてたわけだよね。だそういう時代で、子供たちにとっては、もう、ね、もう、ほんとヒーロー、一番のヒーローだったわけだよね。大人はそうやってね、見ちゃいけない。ね、悪い奴らみたいなこと言うけど、子供たちにとってもね、スーパーヒーローなわけだよね。そういう目で見ていたからね、まあ、とにかく、まあ、私たちにとってはすごく、まあ、ね、なんていうかな、自分たちのこの、人格形成にも深く関わっている、まあ、そういう人たちの一人とも言えるわけだよね。だから、まあ、志村けんさん亡くなったことはすごく、まあ、ショックです。ね。ショックだと思います。私もそうだし、私と同じ世代の人はみんなそうだと思います。ね。で、まあ、その後もね、つい先日まで、というか、もう今現在までね、ずっと現役でテレビとかで活躍されてた人だからね。まあ、若い人たちも知ってるし、子供たちでも知ってるしね。志村けんのバカ殿とかね。だから、まあ、昔は嫌われてたけど、まあ、今の時代になって、まあ、かなりの人に、まあ、好かれてはいたんだろうなとは思うけどね。まあ、そういう人が亡くなって、まあね。まあ、そういうのあって、まあ、なおのこと新型コロナウイルス、まあ怖いなっていう意識を持つ人が増えたのかなとは思うね。まあ、私から見れば、まあ所詮はまあそういう人も、まあたくさんいる中の一人に過ぎないっていうね。まあ別に、まあ志村けんさんがね、そのコロナウイルスにかかって亡くなったっていう、まあ話を聞いても別に、新型コロナウイルスが怖いなとかそういうふうに思うわけでもないんだけど、でも世間的にはそういうニュースが出るとやっぱり、ね、新型コロナウイルス怖いんだなっていう認識を強めることになっちゃうよね。ある意味広告塔になるわけだよね。志村けんさんの、ね、訃報っていうのはね。まあそのせいもあってか、まあ私の地元でも、マスクしてる人は増えたかなという印象はあります。ただ、マスクしてる人は増えてるけど、じゃあ、新型コロナウイルスに感染した人がいるのかっていうと、一人もいないわけだよね。おそらく、私が住んでいるこの地域には一人もいないと思います。長野県、まあ長野県だけど、長野県内に全くいないってわけじゃないだろうけど、ね、何人かいるんだろうけど、少なくとも私の地元にはいないと思います。私の活動範囲ではね。で、私は車で移動しないので、まあ、ね、傘を差して徒歩で移動するわけだけど、歩いて移動してる最中には一人も人に出会えません。あ、一人出会ったかな。
子供が一人傘を差して歩いてたのに出会ったけど、まあ、それも、まあ、遠くですれ違った程度で、まあ、接触するほどね、近づきはしないけど、まあ、何時間か歩いても人にぶつからないような田舎です。歩いてもね、犬も歩けば棒に当たるっていうけどね、私が歩いても人にぶつからないぐらいの田舎です。で、お店、ね、スーパーとかそういうところに行けば当然、人はいるので、まあ、その中ではある程度人は密集してるので、まあ、仮に感染した人がいればそれを移される可能性はある場所かもしれないけどね。まあ私はそんなことは気にはしてないんだけど。で、まあ、マスクしてる人は増えたなという印象はあるけど、じゃあマスクは、そのね、感染予防に効果があるのかないのかっていうのは、まあ、常に議論され続けてるけど、結論としては、実は効果はないです。ね、効果はないんです。ただ、マスクをしたい人が多いから、そういう人たちがちょうどいい理由を見つけて、ね、マスクをしないとダメなんだからっていう理由がようやくできたのでね、まあ、大義名分というかね。なので、まあ声を大きくしてね、今もマスクつけるべきなんだっていう、そういう風潮になっちゃったわけだけどね。でも、それはあくまでその冷静に考えれば全然状況が変わったわけでも何でもないし、マスクをつけたからといって感染を予防できるわけでも何でもないです。で、マスクが効用があるのは、自分が感染しないためじゃなくて、自分が感染していた場合に人にうつさないためには多少は効果はありますよっていう、それは確かだと思います。ね、自分がこう飛沫を飛ばさずに済むのでね、まあ 100% ではないにせよ、かなりの、まあね、確率でその感染を防ぐことができるだろうと、それは私は思います。まあ、実際にそうやってね、お医者さんも言ってるみたいですよ。まあ、ちゃんと知識のある人もそうやって言ってるので、間違いない情報だと思うけどね。で、逆に、じゃあマスクをつけてれば、その漂ってるそのウイルスを防げるかっていうと、それはありえないと。マスクをしてても、ね、ウイルスがあれば感染します。だから自分が感染しないためにマスクをするんじゃなくて、感染した自分が相手に、周りの人に、ね、感染させないようにするために、うつさないようにするためにマスクをするっていうね、そういう理屈は成立します。で、そういう考え方で見れば、街に出てね、マスクしてる人がたくさんいるってことは、マスクしてる人はみんな感染者なのかと。そういう目で見てもおかしくないよね。で、だからおかしいんだよね。感染してないんだったらマスクなんかせずに歩いてくださいと言いたいよね。それが普通の考え方なのに、でも逆に今の風潮だと、マスクしてないとなんでマスクしてないんだっていうふうにね、白い目で見られがちだよね、今の時代ね。特に日本ではね。そこはおかしいと思うんだけど、でもおかしいってことに気づかなくなっちゃってんだよね、みんなね。もう集団催眠みたいなもんでね、もうマインドコントロールされてるような状態だね。集団ヒステリーというか、なんていうか、ちょっとよくわかんないけど、集団心理、ね、もう、マスクをつけなきゃいけないんだっていうね。つけない奴はもうね、非国民だみたいな、そういう考え方。恐ろしいよね。昔の戦時中みたいな感じだよね。ね。で、自分たちの考え方に合わない奴は村八分にしたりね、ボコボコにね、リンチされたりね。そういうことをするのは昔の日本人だったわけだけど、そういう昔の日本人みたいな感じに今なってるよね。ちょっと気持ち悪い世の中です。もう人間がね、成長して文化的になってね、人間的に成長してくれば、そういう昔のね、そういう風潮はなくなってくるはずなのに、ね、その理性的な考え方ができるようになって、もっとまともな考え方ができるはずなのに、でもなぜか、今の人間って昔と変わらないし、むしろ退化してるぐらいね、なんかすごく野蛮だよね、考え方がね。全然成長してないなと思うんだよね。まあそれはおそらく、情報化社会でね、情報が氾濫して、こういう社会だからこそ逆に人間が退化してるんだなって、そういう気もします。ね、自分でこう判断しなくても情報がどんどん入ってきて、何でも教えてくれるから、
自分は本当は知らないんだけど、何でも知ってるような気持ちになっちゃうよね。今の時代ね。だから、何も考えてないんだけど、もう考えて答えが出せるみたいなね。だから、自分の中ではすごく賢くなったつもりでいるんだよね、みんなね。だけど逆に、考えることもしないし、ね、物事の自分で正しいとかね、間違ってるって判断もできなくなってるから、入ってきた情報をうのみにすることしかできなくなってる。これってもう完全に脳の退化だよね。脳が退化しちゃって、ね、渡り鳥みたいにね、一羽がこっちに飛んでいけば私もこっちに飛んでいくみたいな、みんなで一緒に飛んでいくみたいな。ね、一人があっち行けば自分もこっち行くみたいな。みんなあっち行くみたいな。そういう感じで、もう人間っていうよりは本当動物みたいになっちゃってきてるよね。退化してるんだよね、すごく。なんでそういうことみんな気づかないのかなって思うよね。もうちょっとそういうことに気づいて自覚してね、自分で考えて判断して行動するってことを大事にしなきゃいけないよね。それができなくなっちゃってるのはもう情報にもう押しつぶされてんだよね、みんなね。もう情報いらないって言ってもどんどん入ってきちゃうから、もうそれでそういうのがもう当たり前になってね、うん、もう仕方なしに受け入れて、そういう、もうね、そういう世の中になっちゃってるんだけど、もうそれはもうダメだよね。うん、だそういう世の中を変えていくためには情報を断たなきゃいけないよね。うん、情報立ちをした方がいいです。まあ、完全に遮断っては難しいだろうけど、ある程度ね、その情報を受け付けない期間を作るとかね、ある程度その制限するとかね、そういうような習慣は作っていった方がいいんじゃないかなと思うけどね。とにかく情報が入ってきすぎるから考えることができなくなっちゃってるね、みんなね。もう本当に、もうおかしくなってます、みんな。今回のコロナ、新型コロナウイルスだってね、もう情報ばっかり入ってきて、まあ、その情報が氾濫してるからね、自分何も考えないでしょ、みんなね。うん、なので、そういう情報はもうね、遮断して、自分で考える。ね。自分で考えるってどういうことかっていうと、まあ、身の回りにあるね、ありのままの情報をきちんと自分で受け止めるってことが大事よね。もうこれはいつも口を酸っぱくして言ってるけどね。自分の五感で、ね、自分のこの存在してる空間そのものを感じ取るってことだよね。目で見て、ね、耳で音を聞いて、鼻で匂いを嗅いで、ね、舌で味を感じて、手で触って、ね、感触を確かめてね、肌で温度を感じる。そういう五感で、自分の、今いるこの空間の全てを感じるってことだね。で、そこから感じた情報をもとに自分で判断をして、結論を出すというね。そういうことをしないと、正しい、まあ、ことが判断できないし、ね、人間的にも成長できません。ね、そういうことをせずにも情報だけでね、頭の中で考えてるだけで行動しちゃうと間違った行動しかできなくなってくるので、ね、行動自体もおかしくなってくるしね、で間違ってるってことにも気づけなくなってしまう。もう最悪そういうね、そういうのがどうなるかっていうと犯罪者が溢れる世の中になっちゃうわけだよね。自分が間違ってることをしてるって分かんなくなるから、犯罪でも何でも平気でできるようになっちゃうわけだよね。で、犯罪を犯していても自分は悪気がなくやってるからね、悪いっていう意識がないから、全然こうね、その、やってることが分からずにエスカレートしていく可能性もあるよね。で、それが一人二人どんどん増えていって、まあね、世の中全体はそういう風潮になると、やがては、人間は自分たちで自分たちの首を絞めることになります。新型コロナウイルスは人を殺しません。人を殺すのは人間です。それが今一番恐ろしいことなんじゃないでしょうか。まあ実際ね、もうかなりの分野でね、自分たちの首を絞めて、もうね、生きていくのが大変だっていう人は出てきてます。ね。自粛でね、仕事もなくなって、ね、仕事もなければ収入もないので、生活することもできない、お金もない、ね、食べることもできない、ね、死ぬしかないっていう人がどんどん出てきてます、ね。完全に自分たちで組み締めてるだけなんだよね。冷静に考えれば、新型コロナウイルスに感染してもほとんど死にません。
ほとんど死なないんです。苦しいけどね。で、ちゃんと治療すれば治ります。ね。命を落とすことなく、ちゃんと回復することができます。ね。今、一番ね、こう、問題になるのは、感染を防ぐことは確実にはできない。ね。ある程度こうね、消毒とかして、予防する方法はいくつかあるけど、それも完全に防げないし、感染した時に、まあ、効果的な治療方法が特にないから、苦しい思いをするのは仕方がない。それが一番今怖い状況なんだけど。でも、まあ、体力さえあればね、ちゃんと克服して回復できます。死に至る病気ではないです。ね、全ての人は死に至るわけじゃない。ね、そんなに怖がることはないんです、ね。健康な生活を送ってればちゃんと回復してね。で、回復すれば免疫力もね、つくので、そんな、何度もね、感染するようなこともなくなるでしょう。まあ、これは私の予想だけどね。なので、その見えないものに怯えるんではなく、自分の目で見えるもの、そういうものをきちんと見てね、自分の五感でしっかりと感じて、それを自分で判断して、ちゃんと生きるようにしてください。ね。そういう生きるってことに真面目に向き合わないと、まあね、パニックになるだけです。パニックになって自分たちで首を絞めてね、新型コロナウイルスで死ななくても人間の手で死ぬことになります。そういう最悪なことにならないように、ね、人間らしい生き方を取り戻してください。ね、今のみんなもう全然人間らしくないです。もうおかしくなってるからね、本当にね。はい。まあ、そうは言うけど、まあ私が実際昨日、街に出て、まあ一応ま世の中の様子を自分の目で見た感じで言えば、まあそこまでまあおかしくはないなとまあ思うけど、一応普通に見えたので街の様子はね、まだまだ普通の人もたくさんいると思うけどね。ただメディアがちょっと騒いでね、そういうニュースばっかり出すので世の中そんな人ばっかりかなみたいに見えちゃうけどね。まあ。自分がそうなっていると思ったら気をつけるようにしてください。はい。ではお話は以上で、今日もまたゲームやりますよ。ファイナルファンタジー7ね。この後やるけれど、まあ、深夜0時ぐらいから始めようかなと思うけど、ちょっと休憩取ってね。ファイナルファンタジー7はなんかね、ちょっと、しばらくやってるけど、ゲームをやってるような感じがしないのよね。なんかもうあらかじめ決められたストーリーがあって、その中をなんか適当に歩いてるだけのような感じがしてしまいます。なんか、もうやらされてるだけっていう感じだよね。まあこれもなんか自分でプレイしてるっていうよりは、本当にその、まああらかじめ決められた道のりをただ歩いてるだけっていうようなそんな感じ。こんなゲームばっかりやってると、やっぱり、情報に、左右されやすいというか、情報に、流されがちな人間になってしまう可能性があるので、私はこういうゲームは、あんまり良くないんじゃないかなと思うんだけど。まあ、そんなゲームやっております。とりあえず、ちょっと、ね、休憩してください。あと2、3分ぐらいでまた再開します。まあ、再開というか、配信はちょっとこのまま置いておきますけど、コーヒーを一杯入れて、コーヒー飲んだら再開します。まあな、さっきもね、そのドリフとか志村けんさんの話を少ししたけど、本当に私たちの世代にとっては特別な存在なんだよね。うん、そう思ってる人はほとんどだと思うけどね。私の世代の人たちは。まあその当時は娯楽がそんなにたくさんあるわけじゃないかな。娯楽というかメディアの種類もね、うん。テレビを見て過ごすぐらいしかなく、まあそれこそテレビゲームすらないような時代だよね。まだもう出てきたかな、ファミコンとかはね。ドリフとか見てた頃は。あ、でも、私はそんな小学校の頃はあんまりファミコンやってなかったはずなので、まあ、小学生ぐらいの時にはテレビしかなかったわけだよね。
で、そこで出てきたヒーローが、まあ、ドリフとか。で、志村けんさんがドリフに加わる以前のことは私は知らないのよね。志村けんさんはもう、物心ついた時にはドリフでね、大活躍してるヒーローだった。まあ、おそらく、ドリフに参加した直後ぐらいから見始めたんだと思うけどね。それ以前のことはほとんど知らない。まあ、記憶に残ってないんだけど、もしかしたら見てるかもしれないけど、荒井中さんとかのいた時代をね。でも、物心ついた時代には、もう、時に、すでに志村けんさんがね、一番笑いを取っている面白いヒーローでした。まあ、加藤茶か志村けんかっていう感じだけど、まあ、圧倒的に志村の方が面白かったよね。加藤茶もまあ、そこそこ面白かったかな。でも、ヒーローって感じじゃなかったよね。なんか、そんな感じがしない。で、芸風も全然違うんだよね、二人ともね。もちろん、両方ともね、それなりの芸人として対等に評価できる、まあ、お二人だと思うけど、全然芸風が違うのよね。加藤茶の場合は、とにかく、なんていうかな、自分でこう面白い芸をしようというね、そういう発想で、演技をしてるよね。演技をしてるというか、うん、そういう役回りをしてるというか。だから、まあ、ある意味独特な芸風なんだよね、加藤茶の場合はね。で、志村けんの場合は、略称、省略するけど、さんみたいな言い方しないけど、志村けんの場合は、いわゆるあるあるに近いよね。なんかどっかで見たことがあるようなのを、面白おかしく演じてくれてるみたいな。うん。まあ、こんな人いるよね、的な感じだよね。ひとみばあさんだとか、ね、変なおじさんとか、ね。うん。なんか街中でとかね、その親戚とかで見かけるような、おかしな人、ね、面白い人。そんな、なんか、そういう特徴を捉えて、モノマネをしてる感じだよね。モノマネ実際してるんだけど、そのモノマネが面白くて、みんな笑うんだよね。うん、笑うし、まあ、そういう共感が持てるね。あるあるだからね。ああ、こんな人いるいる、みたいな感じで面白くなるんだよね。で、そういうのは、加藤茶はほとんどやらないのでね。まあ、ほとんどって、まあ、全くやらないわけじゃないけどね。なんか基本的にはそんな感じじゃなくて、加藤茶は自分が面白いっていうね。自分の面白さで勝負してるわけだよね。自分は面白い人だと。で、志村けんは、自分が面白いっていうよりは、面白い人を見て、それを演じるわけだよね。どっちが好きかっていうか、どっちが面白いかっていうと、志村の方が面白かったと思うよね。加藤茶の場合は、これ面白いだろっていう感じでね。まあ、ある意味歌舞伎役者のような感じだよね。本人も歌舞伎役者のようなね、そのギャグを持ってるけどね。見栄を張るわけだよね。これ面白いだろう、みたいな。ね。ドヤーみたいな感じでやるのは加藤茶の笑い。あまりドヤーってされると、どうなのみたいな。そんなこと言われても、みたいな感じになって、逆に冷めちゃうというか、面白くないというかね。なんか無理やり笑わされるような感じで、笑ってあげなきゃいけないのかなっていう感じの芸だよね。だけど、志村の場合は、もう自然に笑っちゃうっていうね。バカバカしくて笑っちゃうんだよね。うん、ある意味、そのバカバカしさは不愉快にもなるけどね。時にはね。ある意味、その辺にいる人をバカにしてる笑いだから、人をバカにするような笑いなんだね、はっきり言って。その点では志村の笑いは、有害でもある。ものすごく有害でもある。逆に加藤茶のね、笑いは、自分でも全部責任持ってるから、自分がおかしな人を演じてるわけだから。他の人は傷つけないわけだよね。誰も傷つけないので、加藤茶の笑いの方はまだ健全とも言えるよね。そこは微妙なとこだよね。健全だから面白くなくて、やっぱ、ね、不謹慎な志村の笑いの方が面白かったんだけど、まあ、それが、まあ、人間の笑いというか笑いのツボにはまるところなんだろうね。悪いものほど面白いっていうか。だから、その当時はね、大人たちには、
もうね、悪いものだって言ってね、もう見ちゃいけないって言われてたんだけどね。まあ、確かにその通りだよね。あまり健全ではない、志村の笑いは。人をバカにしてる笑いだからね。下手すりゃいじめにもつながるのかもしれない。まあでもそこまで、ドリフとかね、志村の笑いを見て、その、心がすさんでいったかっていうとそうでもないと思うんだよね。逆にやっぱり、見ていた子供たちは、まあ、健全に育っていったんじゃないかなと私は思います。なんか客観的にそれを笑いとして受け止めたことで、まあうまく消化できたのかなっていう、そういうことなのかね。私はまあわかんないけど、本当のことはね、真相はわかんないけど。まあ、それによって、その真似をしたことによっていじめが起きたとか、そういうことはほとんどなかったんじゃないかな、実際には。だから子供たちを悪い方向に、こうね、先導したというか、煽ったような、そういう笑いにはならなかったと思います、結果的に。結果的にね。すべてが成功、まあそれでうまくいくとは限らなくて、実際、今のこの時代ね、同じような笑いをやったら、かなり批判されると思うしね。今やると、結局、演じてる人たちのね、その人柄もあって、いじめにつながる可能性もあるんだよね。ダチョウ倶楽部なんてすごく微妙なとこだよね。いじめられっ子を演じちゃってるわけだからね、その上島竜兵さんがな、その辺はね。私、ダチョウ倶楽部はあんま好きじゃないんだけど。でも、同じようななんかね、こう、ちょっと人を小馬鹿にするような笑いでも、志村けんの笑いは、そんなに人をいじめとかそういうところに駆り立てたりしなかったんじゃないかなと、なんとなく思います。不思議だよね。だ人柄的にはどっちかって言ったら加藤茶の方が好きになれないっていうかね、面白い人だし、人を傷つけないね、ある意味健全な笑いだけど、でもまあ人柄としては好きになれなかった。なんか威張ってるだけのおっさんのように見えちゃってね。まあ今の YouTuber やなんかもそうだけどね。なんかすごいことやって人に認められようっていう人がすごくたくさんいるよね、今の時代ね。YouTuber の人たちも特にそうだけど。なんかこう人がやらないようなことをやって褒められたいね、注目を浴びたいっていうね。でもそういう人って結局鼻につくだけで面白くもなんともなかったりするよね。面白いのかもしれないけど、なんか自分が、まあ自己主張が強すぎちゃってね。人柄としては好きになれないみたいな、そういうところがあるよね。だからそういう人たちは志村けんにはなれない。加藤茶なんだよね。まあ、ね、完璧な人はいないので、世の中でね、まあ、志村けんも、まあ、人間として完璧だったってわけじゃなく、むしろ、ね、まあ、かなりのダメ人間の方だよね、どっちかっていうとね。結婚することもできず、生涯独身を貫き通してしまうことになったわけだけどね。で本来、本人が別に結婚したくなかったわけじゃなくて、結婚したかったけど、しなかったんだよね。それに比べて、加藤茶の方はね、まあ、何度か結婚してるわけでしょ？よくわかんないけど。ちゃんと家庭を持つっていうね、そういう意味で、人としてはちゃんとしてるかもしれない、どっちかっていうとね。だから志村けんもね、目標に生きてもしょうがないです。そういう人になろうと思ってもしょうがない。でも結果的に、まあ、志村けんは、ものすごくね、世間の人から愛されたし、時代に愛された人なんだなと思います。ね
まあ悪いところもたくさんあったけどね。まあ本当に一人の人間だなっていうことだよね。人間なのでいいところもあれば悪いところもある。完璧ではない。それでいいと思います。ね。自分が好きな人にはもうね、完璧であってほしいなんてそんな風に思ってもしょうがないし。完璧でないからこその魅力だよね、どっちかって言えば。ダメ人間ほど愛されやすいっていう、そういうところもあると思います。どっちかって言ったらダメ人間だよね、本人もね。変なおじさんとかバカ殿とかやってるけど、その通りのね。役柄そのままのダメ人間のような気もします。まあでも面白い。そういうところがみんなに愛されたところでもあると。さて、やりましょう。ゲーム。ファイナルファンタジー続き。どこまでやったっけ？空が落ちてくるみたいな、そういう話だったかな。あ、そんで、一段落ついて、そんで何をすればいいんだ？とりあえずその辺歩いてれば、どこへ行けばいいんだろう。ミッドガルの下にいりゃそこそこの暮らしができると思って、まさかあのでっかいやつ落ちてくるとは。そう、それよ、けどよ、だからといって今更どこに行けや。それは私が知りたいよ。それが、それを知りたいのよ。どこに行きゃいいのよ。あんなも落ちてくるなんて、これからは上向いて歩こうと。何が起こるかわからねえ。こんな世の中だからこそやっぱり頼りになるのは強い武器だろ。強い武器なんかある？ないでしょ。ここは何や？外が騒がしいな。何かあったのか？新型コロナウイルスが蔓延してるんです。何があったかのかっていうと、ここは、あれ、なんてこったヤバランチだが B ランチだが知らねえやって、これだな。集え民衆よ、魔光の光のもとへ。力こそ真理、信頼こそ未来、カンパニーに従うことこそ諸君の幸福である。どうすりゃいいんだ。ウォールマーケットですげえディーラーになるのが俺の夢なんだ。ウォールマーケットとかそういうとこ行けばよかったんだっけ。7番街は潰れちゃったはずだよね。空が落っこちてきて、なんかもうよくわかんないんだな。ジロジロ、うん、金さえ出しゃアイテムをやるよ、何があろうとね。どのアイテムも特にね、必要ないのよね。こんなとこに住んでたらいいじゃん。いくつあっても足りないぜ。さあ、マテリア買ってくれ。マテリアはあると便利だけど、何を買ったらいいのやら。安いから全部買っちゃおうか。兵器2つ買って、炎も2つ買うと。これぐらい買っときゃなんとか。で、装備しとく。あれ、これは何を装備してんだ。イカズチと回復、霊気、霊気を全体にしてあるんだ。
炎と盗む。炎と三日月で回復？待って、回復は二つ持ってたっけ？盗む、回復、三日月。まあこれでいいか。それで、かばう、回復、三日月、炎を使っとこうか。これでどうですか？このゲームがよく分かって、あ、そういえばここの中にいる人を助ける方法があるんだよね、確か。薬をどっかからもらったはず。みすばらしいところが、なんあれ、アイテムキーアイテム、あれこれ、あ、こういうことか。キーアイテム消毒薬を使えばいいんだね。あ、使うことはできないんだ。あれ？これ持ってれば解決できるんじゃなかったの？消毒薬持ってるだけじゃどうにもならないのか。まだな、あれ？まだここに来る時じゃないのか。こっちに行くとどこ行くんだっけ。あ、そっか、こっから行けるんだ。こっから、違ったっけ。もう一個戻らなきゃいけないんだっけな。もう記憶だけでやってると全然うまくできない。ああ、弱い。ここじゃなかったかな。もうちょっと先へ進んだ方がいいのか。先へ進むにしても、ここはちょっと厄介なんだよね。敵の名前とかすぐ出てこないからわけわかんない。大げさな攻撃の割にはダメージ少ない。ショーダラッシュ弱い。ぐるぐる回って、あれ、ここじゃないわ。ここか。あれここか。わかりづらいな。で、なあ、なんか落ちてる。見破る、見破る、見破るってなんだ。
カズチをちょっと置いといて、見破る。見破るってなんだ？なんか落ちてないかな。意外とこの見破るが大事だったりして。ここは宿屋ってことか？入ってみるか、ちょっと。止まらない。うん。トイレ、開いた。なんかあるわけではないか。行くべきところがあるか？なんかこの辺なんかあるって言ってたような気がするんだけど。おう、あんたかい。悪いけど噂は聞いたぜ。女装が趣味の上にキューッとすりつぶすのが好きだって。うち上品なお客様以外の断り分かったらお引き取り願うぜ。もうそういう話が言ってんのかよ。ここは来るべき場所ではない。ここは何屋さん？アイテム。ん？あ、そうか。は。うわ。まあ、ここは使えないんだったな。でも全部、戦車好きのじいちゃんはって言っちゃった。惜しかったのに。一応なんか変わってはいるね。うわ、いるならいいって言ってくださいよ。やまびこ煙幕。あ、これはちょっと買っとこうかな。あ、多すぎ。ここぐらい。目薬、あれ？沈黙がこれなのか。これも目薬も買っとこう。10個ぐらい。興奮剤、あ、これはどうなんだろう。いらないか。セーブポイントあるけど。戦車じいさんの話によると、体力さえあれば上のプレートに行けるそうです。体力さえあれば？まさか7分番プレートに落ちてくるとは思わなかったぜ。あれ飯どころ、どうする。あ、ここに多分必要ないよね。勝手にそう思ってるけど。ふう、空が落ちてきたら埃だらけだ。また作り直した。ここは何だったっけな。何屋ですか、ここは。アテリア屋か。特に必要なものはなさそうです。ちょっとセーブだけしとこう。洋服屋さん、なんか情報あるかな。何押さないでよ、まだ悪いわね。ゆっくり見ていらっしゃいませ。いらっしゃい、ゆっくり見てください。もう一人誰かいた。
今日は普通の格好じゃな。また面白そうなことがあれば相談に乗るぞ。また来るときは来んのかね。ここのゴミまた増えてません？そうですわね。7番街が落ちてくるので、いろいろ降ってきましたからね。そうそう、それでですね、武器屋のご主人、降ってきたものを集めてそうですよ。まあそのせいでしょうかね。あのご主人、最近怪しいらしいですよ。それってコルネオさんの屋敷の横手のグレート断面よく出かけたって話だよね。さりげなくヒントが。はい。要はこの先なんかありそうだってことだよね。ここは何もないかな。一応話してみる。どう？頑張ってる？パイプを登り切れば上のプレートへ行けるそうですからね。ではご存じない武器屋の戦車爺さんが詳しく教えてくれますよ。ちょっとだけヒントね。武器屋ってこの辺にあったっけ？ここは居酒屋。怖いよね。いつこの上のプレートが落ちてくるかわからないよね。そういうの上のプレート登れるなら行ってみたいね。あ、ニュース、ニュース見れない？見れない。どう？これ話しても意味あんのかな？何も相手してくんないじゃん。中入ると怒られるし。あ、武器屋ってこっかな？ミスリルロット。メック。特に、あ、これなんだ？ミスリルの腕は、買った方がいいかな。買っとこうか。二つ。装備して、装備、防具かな、アクセサリー、どっちかな。ミスリルの腕は、そしてこんな感じでいいでしょうか。で、いらないものは売っちゃえばいいんでしょ。チタンバングルとかはいらないのかな。レザーグローブとかも、ブロンズバングル、あとはアイアンバングル。他にはこんな感じか。おい、あんたも上のプレート行くのか。このジングバッテリーが必要になるぞ。ジンクバッテリー、拾ったものを売りつけるのか。お、よく知ってるな。修理してあるから大丈夫さ。上のプレートへ登るのにどうしてバッテリーが必要なんだ。登ってみりゃわかるよ。3つで300ギルだ。買うかい。わかった。買おう。買うしかないだろ。装備するもんじゃないよね、ジンクバッテリーって。持ってるだけでいいのかな。あとは、すごいの見れんだ、でついてこいよ。え、ついていっちゃう？お？みんなこのワイヤーを登って上に行っ
ちゃったよ。怖くないのかな、ブルブル。これ登れるの？うん、上の世界につながってるんだよ。よし、このワイヤー登ろうぜ。それは無理な話だな。あと何百メートルあると思ってんだ。無理じゃねえ。見ろ、これは何、これは何に見える？何の変哲もないワイヤーだ。そうかよ、俺には金色に輝く希望の糸に見えるぜ。そうね、エオラを救うために残された道はこれだけだもんね。よくわからない例えだったが、バレット、あんたの気持ちはわかった。行くぞ。行くんかい。え？ひたすら登るだけ？体力とか関係ないでしょ。で、バッテリーもなんか必要なの？あ、上が見えてきました。うわー、すげえ悲惨なあ、怖えだろ。父ちゃんは死んだってやつの仕業だって言ってたよ。はい、上まで来たよ。どうすんの？落ち着きないな。何やってんだよ。バッテリーをはめれば、あのプロペラが回りそうだな。バッテリーをはめた。動いた。どうなの？飛ぶの？あら、止まりそうですよ。おい。どうなってんだよ。なんか違ったのか？別のとこにもあるんだ。あれ？違う。ここにもバッテリーが必要だな。多分3箇所あるってことでしょ？この辺、これもそうかな。どこへ行くの？違う？回ってきちゃったね。ちょっとここじゃないの？あ、どこよ、どこよ。こっちじゃないのか。まさかあれに捕まってターザンごっこみたいに？ジャンプすれば良さそうだな。丸ボタンジャンプ。そういうアクションやれって。あれ、飛び乗れないの？飛び乗れる場所が違うのか。えい、ジャンプ。わあ、タイミングがあるのか。やっぱりまあこれをゲームって言えばゲームだけど、どのタイミング？今かい。よいしょ。あれ、違う。早かったって。どのタイミングがいいの？正解が分かんないな。よいしょ。え、全然合わない。どのタイミングだよ。このゲームちょっとシビアなとこあるよね。
よいしょ、あれ。おいら、あれ？わかんない。なにこれ。絶対インチキだよ、こんなの。何も教えてくんないもんな。早いって？じゃあ遅くすればいいの？どのタイミングが正解なのよ。今度だ。全然違うでしょ。遅かった？早い方がいいの？どのタイミング遅い？どのタイミングよ。早いもん、それも分かんないよ。ここか。あー、早い？早いの？ここか。あれ？早い？早いってこともうちょっと遅く？こんなの、お、行った。え、あ、あそこにバッテリーらしきものが。え、まだ上？から降りるのかな。よし、これでいけるんじゃんか。エーテルを手に入れた。これで3つバッテリーを使ったけど、なんだろうな。まだ他に行くとかあんのかな。違う違う。あれ、やっぱ戻るしかないのかな。どうやら、それはまあ特有。え、いいよ、行かないよ、そっちには。わからなすぎる。もうちょっとなんかわかりやすい、なんかないの？戻ることもできない。なんだよ、どこへ行けばいいの。こういうわけのわかんないとこあるからやだよね。ちょっと違うルート。またここ行くしかないね、やっぱり。あ、それはそれで、あれ。お次はどこへ行けばいいんですか。もっと上か。
まだ上いけるな。こっちはいけない？うん、ここいける。意味あったの？バッテリーって。関係なかったのかな？ビルには詳しいんだろ？知らない。そういえば本社に来るのは初めてだ。前に聞いたことがあるぜ。このビルの60階から上は特別ブロックとかで社員でも簡単には入らないってな。エオラ連れて行かれたのもそこに違いねえ。今なら警備も隙がある。よし、行くぜ。ちょ待ってよ。まさか正面から乗り込むつもり？決まってるだろ。進路の奴らを蹴散らして。そんなの無茶よ。もっと見つかりにくい方法を。そんなことやってられねえ。グズグズしてたらエオラだって。それはわかるけど、ここで私たちまで捕まったら。ネアポールどうしたらいいの？突っ込むぞ。こっそり行こう。そりゃこっそり行くのは普通でしょ。でしょ。こんな時にこそ慎重に他のルートを探しましょう。突っ込むわけにはいかないですよ。はい。で、正面ではなければ回り込める道がどっかにあるはずなので。行けばいいのかな。こっち行けて。おい、本気でこれ上まで登ってもしょうがないでしょ。エオラは無事に助かるためよ。しかしいくら見つかりにくいったってこいつはもうごちゃごちゃ言わない。行くよ。お、ティファ一人で行くな。階段を60階分登るってこと？なんかあるかな？ないよね。なんか落ちてそうだけど。この辺も待っててくれるじゃん。ちゃんと慌てていく必要はないのかな。なんでわざわざこんな苦労を。いや、助け出すのに騒ぎは起こしたくないんだ。でも無理だろうな。バレット、へっへっへ。え？なんだよ、気持ち悪いな。だから何なんだよ。あんたでも他人のために戦うことがあるんだな。見直したぜ。あんたに見直されなくても嬉しくない。見直されても嬉しくない。いや、なんていうか、いろいろ悪かったな。ティファ、フフフ。なんだよ、ティファまで。それにしてもあと何回登ればいいのや。土地は省略できるのかな。しかしこの階段どこまで続くんだ。それは60階分あるんでしょ。数えなさいって自分で。このまま続く、ずっと続くなんてことはないよな。まさか60階登ればいいんだよ。だよな、そんなはずないよな。そろそろ？まだか。
同じセリフ言ってるし、まだみたいね。まだか。まだよ。なあ、まだだってば、まだ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 。お、なんか落ちてる。エリクサー。まだですか。もう嫌だ、俺は戻るぞ。今まで登ったのと同じだけ階段降りて。てんてんてん。どうだ。ほら、バレット、しっかりしなさい。そんなこと言ったって、俺は右腕以外は普通の体なんだぜ。元ソルジャーみたいな特別性と一緒にしないでくれ。私だって普通だってば、先に行っちゃうわよ。なんかあった？いや、やだ、バレット、やっぱ先に行って。バカ、俺はそんなつもりじゃ。いいから。アポロも先行って。なんだよ。下からパンツを覗くなってことか？なあ、今何階だ？今何時だ？もう数える気にもならない。こんなバカ高いビル作りやがって。やっぱし死んだなんてろくなやつじゃねえぜ。まあ、ハイドライドの200回に比べたらまだまだこんなとこは序の口ですよ。たかが60回でしょ？ああ、俺はもうダメだ。マリン、父ちゃんはもう一度前に、ちょっと延期でもないこと言わないの。もう少し。だから多分ちゃんと数えてろよ。まだかな、まだか。本当に60回登らされるのかな。1、でも踊り場が1回とは限らないしな。3、4、5、6、7。あ、一番上にたどり着いたっぽいな。やっと着いた。階段なんてもう見るのもごめんだ。おそらく本当に60階分ぐらい登ってるな。お、どうなるんだ。いや、侵入者。やべえ、見つかった。戦闘員、あ、敵のデータを見ることができるってことか。
これはキーアイテムカードキー60を手に入れた。あーモンスター、ちょっと長引きそうだぞこれは。入っちゃった。なるほど。一度行った場所なら行けるってことか。10回いっちゃっていいのか。なんかなんだろう、最初からもう 60回にたどり着いたと思ったらついてなかったってこと。どういうこと。無事だといいね。これ会話しなきゃ落ち着かないってことか。他の油断するな。あ、会話したら着いた。ついたけど、またなんかいるし、この機械をなんとかしたらうまくいけるとか。バレット、見ろよ、警備兵のやつがうろうろしてるぜ。まずはお前が先に行って合図してくれ。俺たちが後に続く。メタルギアソリッドやれってあ、見つかっちゃったよ。ハサミ打ち。強切り、強切りです。お、強やっぱり隠れていかなきゃいけないってこと？どこへ行けばいいんだろう。タイミング的には、やっぱりメタルギアソリッド？ああ、また水があった。もうめんどくさいゲームだな
味わかんないよ。うまくいく方法とかあんの？ちゃんと。あのなんか銅像みたいな隠れていけばいいのかな。こういうことでしょ？まだ見つからない。ここなら見つからないよ。ああ、やべえ。もうやだ。こういうゲームやりたいわけじゃないのよ。このぐらいになるとみんななんかね。変わったゲームを作らなきゃいけないみたいな風潮が出てくるよね。どこに行けばいいかもわかんないのに移動させられても困るんだけど。もう分かってるよ。まずここは大丈夫だと。この瞬間、わかんねえ。もう何度戦えばいいんだよ。消耗しちゃうよ。3段どっちが効くのか。どっちも一緒だな。体勢とか関係ないのかな。そろそろもう終わりにしたいんだけど。あれ結局何どうなったの。敵見つかったけどいいってことか。それで最初からそうしてくれよ。じゃあここはどうすんの。このメタルギアソリッドやれて。あ、何かいる。さっき下の方が騒がしかったけど何かあったのかしら。さあな、まあ60階からは上は何があっても安全だ。気にすることもなかった。ここは敵じゃないのか。
ここは大丈夫かな？戦っ、人が、まあ、リフレッシュフロア、この上はお偉方がいる特別なフロアが多いからね。その下で働く我々もいろいろと疲れるんだよ。いろいろとね。ここは戦闘にはならない。あいつ遅いな。カードキー忘れたかな？社員といえど60階から上はカードキーがないと自由に歩けないからな。あら、見かけないか。確か配属されたのね。いいよ、私がいろいろ教えてあげる。色？急いでいるもので。あら、そう、残念ね。特に他にはないか。何かあるというわけでもなさそうです。セーブポイントもないのは辛いけど、回復作業はしとこうか。ここもなんかあるのかな。出られない。上行くしかない。ここも出られないのかな。出られない。出られない。人がいるけど。宝箱、鍵がかってる。もう、あ、なんだこいつは。ノコギリって。普通に戦って倒せそうです。出られない？出られない。上行くしかないの？どんどん上行っちゃうよ。セーブポイントっぽいのあるけど、でも出られないんだな。どうしたらいいんだろう。え、でもここまで来てどこにも行けないってことは戻らなきゃいけないってこと？なんだ、なんなんだ。足だったの、ここまで来たの。なんかない？わかんないな、もう。これを名作とは言いたくないね、もう。何なんだろう。いろいろ教えてもらおうか。いろいろ。何変な顔して教えてあげるのは、こっから上のフロアのことよ。60階から上、役員クラスの社員の多い特別フロア、カードキーがないと入れることも許可されないの。カードキーがあれば階段もエレベーターも自由に使えるが。
エレベーター、ほら、私の横にあるこのボタンの前で決定ボタンを押すの。あ、ドアの前で。っていう音がしてドアが開くから。でもね、カードキーは何種類かあって1枚どこでもってわけにはいかない。そうね。カードキー60なら60回目、65なら65回目。そういうことよ。まあ、ミッドガル家、今や世界のエネルギー流通を一手に引き受けるシンダカンパニーの本社としては、当社のセキュリティ、当然のセキュリティよね。あれだな、ちょっと、それじゃあお互いお仕事を頑張りましょうね。ということで、カードキーがないってことか。この辺のやつに話聞いたらわかるかな。なんだお前は、こんなところで何をしている。エオラはどこだ。てんてんてん。てんてんてんだよね、やっぱり。はは、わかったぞ。さて、お前、あれだな。今噂の、シンラカンパニー修理課。いや、このビルにもいろいろあちこ、そろそろあちこちにガタが来ててな。この階の、ドア、開きっぱなしなんだ。早く直してくれよな。あ、そうそう。一応他の階にも見回ってくれよ。これやるから。キーアイテム、カードキー62を手に入れた。そういうことか。これで徐々に上上がっていけってことか。62階はいける。ここまではいけると。よし。ここでまたキーを探せってこと？そういうことの繰り返しか。ジェノーバープロジェクト、経過法、シンガカンパニー科学部門。ガストファイル、生物学ミスト。本のタイトルがあるだけで、特に情報らしい情報があるわけじゃないのか。お、他の3つの資料室にはそれぞれ、都市、開発部門、治安維持部門、中開発部門の資料が保管されている。うん。これ見たって何にもなんないんでしょ、どうせ。見たからって持ち出し禁止。でもどっかにカードキーらしいものがあるんだろう。ハット、あ、これはどうも。こちらミッドガルの市長室でございます。この中にはドミノ市長がいらっしゃいます。ちなみに私はミッドガルの助役です。困ったことがありましたらぜひ私に。捕まんないかな、大丈夫かな。ドミノ、あ、あんたなんだね。なんだ君たちは。あ、君らが例の私。私はこの魔法都市のミッドガルの市長ドミノだ。とは言っても名前だけ。本当のところミッドガルの全てはシンラのものだ。今の私の仕事といったらシンラカンパニーの資料管理。ミッドガルの市長がシンラの資料を。君たち上へ行きたいんだろ。いいとも、私のカードキーをやろう。合言葉を言えたらな。そう、合言葉だ。それを言えたらカードキーをやろう。おまけに一回出たらナイスなお土産もつけてやるぞ。合言葉？どっかでそれを探してこなきゃいけないってことか。知らないよ、合言葉なんて。図書館に隠れてるってことか。マテリアの製造の話。はい、言葉らしいものはどっかにあるんだろうか。ヒントはないか。部屋の前にあるプレート、ここを読んだらなんか、あ、ヒントないですか。
ヒントはどっかにないのかな。はい、お手上げです。あ、この人に聞いたらなんか合言葉、はあ、なるほど。あの人も暇なんですよ。なんせミッドガルの全権はほとんどプレジデント信頼のものですからね。そういうことなら私がお手伝いしましょう。ハット、何でもお答えしますよ。助けてくれ。いいですとも、いいですとも。市民の皆さんにサービスすることこそ私たち役人の喜び。攻略ヒントをお教えしましょう。500ギリでお金を出そう。これはありがとうございます。いいですか？このフロアには、シンラカンパニーの4つの部門の資料室があります。うん。合言葉はその4つの資料室に隠されている？資料室の、よーく調べてみてください。資料室の名前は、ドアの横のプレートに書いてあります。見たけど、それがヒントだったの？都市開発部門。資料室。都市開発。やべえな、これ難しいわ。こんなのヒントになる？加藤式都市くまなく探せってことは他に何かあるの？どっかいないのかよ。科学部門資料室。そんなの、ガストファミレス。歴史の中の古代種生物発掘士ガストファミレス。これはヒントかな。ガストファイル生物博士ガストファミレス。古代種の生物学的特性。合言葉にはならんでしょう。ガストファミレスが合言葉かな。入り口のプレートは何か関係してるのかな。でも中開発部門、これ全部メモっといたら多分役に立つかもしれないけどな。それめんどくさいな。大型飛行機械ヨナイ79式宇宙進出計画の失敗。ヨナイ79式。ヨナイ79式がヒントかな。ハイテッカーではないな。なんとなくガスとファミレスが合言葉じゃない、もしかして。もう外れたら外れたでいいや。合言葉は
ちょっと待ってくれ。ああ、これでもう一発を外しちゃったってことか。ないでしょそんな答え。ヒントも何もないよこんなの。死んだ爆発。市長最高でいいか。あれ一発で当てられなかったから。あれ一回で当てたことになってんの。属性のマテリア。いいか、シンラはずっと私を苦しめてきたんだぞ。だから私はここで君たちを悩ませ、今度は君たちが上へ行ってシンラの奴らを困らせる。どうだ、これで終わり子だろう。ヒヒヒ。マテリア。ミアブルを属性。武器や防具に組みにしたマテリアの属性をつける。まあ、とりあえずこれやってみようか。回復属性は違うでしょ。イカズチにしてみようか。で、これ回復にして。ティファ。盗むはいらないので、全体化を。回復全体化？回復全体化面白そうだな。これでいってみようか。さて上の階に行けるようになったぞ。あとはセーブできればいいんだけれど、もしかしてこの手の謎解きをずっと繰り返すってこと？カードキー称号。B ランク社員と確認。あなたはこのフロアドアを3回まで開けることが許可されました。仲介アイテムクーポンを。注意、アイテムクーポンをもらったら忘れずにアイテムと交換しましょう。警告、危険ですからむやみに通気ダクトを覗くのはやめましょう。3回しか開けられないっていう、またパズル？そういうことか。どこに行けばいいのかわからないけど。1、2、3回であそこまで行ける。まあ行ってみよう。B クーポンを手に入れた。通気ダクト放っておこう。なるほど。もう一度初めからやれってことだ。何回でもできるからいっか。クーポンチェンジ。クーポンチェンジ後のオールクリアはできません。やめておく。そういうことか。
オールクリアするとクイックループもなくなるってこと？そういうことか。ちょっと待って。クーポンチェンジだと、フォースロット。全体か、星の弁、天弁だと、どれがいいんだろう。星の弁、ペンダントが正解かな。オールクリア。そんで、あそこへ行きたいんだよな。こっから行けば、あ、ここ一回入っちゃうのか。1、2、3、あれ？いけないじゃん、あそこまで。1、2、3、1、2、こことりあえず行ってみるか。それで、いけないな、いけないな。あそこ行きたいのに。難しいな。ここへ行ってもあそこには行けないんだよね。オールクリアしよっか。まあ一応ここ行ってみる。あ、 A クーポン手に入れたな。放っておこう。待って、今1回、2回、まだ2回しか開けてないんだ。もしかしてこれ入ったらいいことあるかもしれないが、入ってみようか。からいけるかな？いけない。ってことは、なんかマジでメタルギアソリッド見たくなってきたな。ここはいけない？こっち行くしかないの？ああ、これ、うまくすれば3つ全部取れるってことなんじゃないの？はい、いけるな、これ。ここ開けて中に入っちゃえば、これで正解じゃん。ABC 全部取った。すげえ。こういうやり方があるんだ。よいしょ、ちょっと。あれ？こっち？なんで？戻れないの？こっち行くしかないってこと？あら、こんなとこ来ちゃったよ。まあいいや、どっちにしろ。クーポンチェンジ。全部もらえる。はい。イエーイ、全部もらった。だけど上に行けないじゃん。
また別の部屋行かなきゃいけないのかな。あ、そういうこと？ってことは、カードがないんだよ、でも。いけないでしょ？あ、いけた。ここまではいけるのか。どっかセーブ、あ、セーブポイントあった。セーブポイントあったので、ここでセーブして、休んでいくか。これセーブして終わり、今日は。ちょっと余計に長引いちゃったけど、しょうがない。セーブしました。じゃあ今日はここまで。はい。では今日はここまでということにしておきます。ちょっと長引いちゃったけどね。なんかよくわかんないゲームですが、まあ、ゲームっぽくなってきたけど、ゲームといえばゲームだけど、こういうゲームをやりたいわけじゃないんだけどな。正直言うとこういうのは苦手なんです。パズル的なやつ。まあ、そういう意味ではメタルギアソリッドもちょっと苦手だったけどね。じゃあ今日はここまで。また遊びに来てください。おやすみなさい。